こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、暗号通貨でちょっとしたニュースがありまして、ニュースって言ってもね、まあ皆さん、まあ、ご存知だと思いますけど、かなり値動きがありましたんで、ちょっとね、資産の整理をしたんですね。でそれが、まあ、ビットコインが今結構な幅で下がってるじゃないですか。だからまあ私は買い場だなと思ってるんですよ。昨日に比べて50万円ぐらい安いわけですからね、うん、であとね、NEM と IOST がそれに変わって、なんか今までにないぐらい値上がりしてるんで、ここで、まあ、このね2つの通貨を整理して、まあ、ビットコインに集中ということで、暗号通貨のね資産的には ADA と XRP とイーサリアムを除いてですよ。で暗号通貨はこれにてね、まあ、ほぼビットコイン1本に絞れたかなってところなんですよね。なんか今ビットコインだけでいいんじゃないかなというふうに、思いますね。判断に迷ったらとりあえずビットコインを5000円でも1万円でも買っておけばいいような気はしますけども、皆様いかがお考えでしょうか。それでは。